はい、えー、こんにちは、えー、ポントです。では、今日も、えー、寄付解説やっていきたいと思います。えー、今日は、あの、世界チャンピオンになったこともあるプレイヤーの、えー、ガリー・カスパロフの、えー、名曲を紹介したいと思います。シルバーはマ、まあ、ゲーラモフといって、えっ、ー、と、今も、あの、グランドマスターで、 えーとコーチ業を確かやってたと思います。うん、でこの試合はあのその、えー、マゲイラモフとあのカスパロフ、えー、2人とも若い頃ですね、カスパロフ14歳の頃、うん、のトレーニングマッチからの寄付です。うん、であの今回あの黒番のカスパロフが勝つので、えー、ちょっと黒視点にしてみました、うんえー。じゃあ早速始めていきましょう。よろしくお願いします。うん、では1手目、えー、ナイト F3、次に、えー、ナイト F6。 でここで白が D4 で黒が E6 で白が C4 黒が D5 これでもうクイーンズ・ギャンビット・でクラインドっていう定石になってますねでまあここであの白はこうやって G3 ってやったりもできるんですけどここは白ナイト C3 で黒がここでビショップ E7B4 ってやっても大丈夫ですはい ビショップ e、はい、で、えー、白がここでビショップ g 5に出してきました。F4 に出す手もありますね。ビショップ g 5で、ここで H6 で追っ払いました。はいであのー、この H6 っていう手なんですけど、このクイーンズギャンビット、あのー、これで、えー、この定石では H6 を挟むときと挟まないときがあります。うんでえー、どういういに 6を挟んでどういう時に H6 いらないのかっていうとあのこれは結構基準としてはそんなに難しくなくてですねえー、主にちょっとこの H7 と C7 ここが両当たりになってえー、黒が駒損してしまうようなそういう局面であればそういう局面になってしまうようなら、えー、H6 をついておくっていう感じですねえー、よりより具体的に言うとこの F6 のナイト えー、このナイトが F6 にいられない定石では H6 を作ってことです、えー、H6 に、えー、ごめんなさい F6 ですね F6 にナイトがいられる定石で例えばですねあのこのナイトがちゃんとここに行ってナイトとナイトがここでつながっているこの形がしばらく維持されている定石であればナイトがここ守ってて安泰なので、えー、H6 はつかないんですねあの、まあ、クラシカルバリエーションっていう、えー、非常に単純なやつがつかないんですけどこうやって キャスリングででででそうですねで、えー、でこのあと黒が C6 としてで D ていく C4 としてでその後でナイト D5 って跳ねていくっていうであのこのビショップ同士をちょっと交換していくっていうそういう狙いを持った定石があって、えー、この形だとあの H6 はつかないんですね。と、うん、いうのはもう次のナイトがもうすぐこっちに来るので。うん あですねあの、ここにナイトが居座れてて、えー、H7 が安全なので、まあ、後に B ショップ D3 クイ 2C2 でこうやって H7 を狙うと同時に、えー、とこっちの C7 のポンも狙ってくるという展開になった時に、えー、両当たりにならないので、えー、この形だと H6 はつかないですねあの黒そもそもこのあと C6 ってするつもりなのでこの形だと、うん、ですね で、本譜は H6 つく形で本譜ですねこの後黒キャスリングしてから B6 っていう手を狙ってるんですよね。で、えー、B6 っていう手を狙うとで、その後ビショップ B7 とかタルタコーバーバリエーションっていうんですけどで、そうするとですねあの、えー、このナイト ここにに行行くくくととはは限限ららなないんですね D7 てまたあの C テイクってきた時にナイトテイクっていう風に基本的に取るのでそうすると F6 にナイトがしばらくいなくなる形っていうのが続くんですよでそうなるとあの後で B ショップ D3 クイーン c にってきた時にここ H7 を狙う手でちょっと1手、えー、黒が受けに行って取られちゃうっていう可能性もあるので、えー、そのためにちょっとついておくんですね、うん で、えー、黒。で、白、ビショップ戻って、で、黒ここでキャスアリング。で、白が E3。で、ここで、えー、そうですね、あの、ナイト E4 っていうあの、ラスカーバリエーションっていうのもあるんですけど、えー、で、ここでクイーン、ポン B6 ですね。えー、という、これはタルタルコーバーバリエーションって言って、えー、黒のカスパロフはこれを選びました。うん。でえ、この手の目的は、あの、ビショップをこっちに出せるようにして、 そうですねえー、というのはこのビショップもあのここでポーンがあるから道が止まっちゃってるんでこっちから使いましょうという考え方ですね。はい、であとそれからあの白のセンターポーンに反撃するために C5 っていう手が後々必要になってくるんですけど、えー、その C5 の補助にもなってますねこの B6 という手は、うん。っていう感じです。うん、で、えー、ここでですね白が選んだ手がクイーン B3 という手です。 うん、でこれはどういう目的があるかというと D5 ですねこのマスにナイトと合わせてプレッシャーをかける目的それからもう一つはビビシショョッッププがこここにに、に来た時にこのビショップを間接的に攻撃してるんですね。うん、あの例えば、まあ、このあと黒がビショップ B7 としてそれから C5 とついた場合、えー、白が D ていく C5 とした時に黒は B ていく C5 という手ができなくなります。 このビショップがタダで取られてしまうので B7 のビショップがうんえー、なんでちょっとそういった目的も兼ねていますうんただこのクイーン B3 欠点があってあのクイーンの位置としてナイトが当たる位置なんですよねうんえっと後々出てくるんですけどあのナイトがこっちまたはこっちから、えー、展開してでその後 C5 ってつくとで白が D テイク C5 ってきた時にナイトが まあナイトテイク C5 って取り返してそうすると B3 のクイーンに当たってあのこのクイーンにって使わなきゃいけなくなってしまうっていうあのこのクイーン B3 という手はそういうデメリットもあったりしますであの本譜はそのデメリットがもうあのダイレクトに、えー、ちょっとですね、えー、白を苦しめることになってしまいます、はい、で、えー、黒は、えー、ビショップ B7 予定通りですね、はい、で、えー、ここでですね白はビショップテイク F6 としました 1>, はい、1回下がってまた取るってこれ手損じゃないのっていう風に思うと思うんですよねうんもうちょっと先まで見てみましょうで、えー、ビショップテイクで,で白はここで C テイクとしてであのー、ビショップで取ってしまうと、あのー、白マスが弱くなってしまうんですよねあのー、このポーンをこの形に作ったでその上で白マスビショップがいなくなるとあのこの辺の えー、ポーンでカバーできない白マスを、えー、カバーする駒がなくなってしまうんでここはちょっとポーンで取らないといけない局面でで次に白がルック D1、はいえー、白はあのこの形を作るために、えー、ビショップを、あのー、1回下がってからまたテイク F6 として取ってるんですね、うん、ではあのー、でこうすると何かっていうと 白黒は C5 っていう手がやりたいんですよね。うん、ただ、そうするとですね、D テイク C5 っていう手が来た後に、この D5 のポーンがですね、ナイトにも狙われている、クイーンにも狙われている、ルークにも狙われているってことで、えー、なかなか C5 がやりづらいと、そういう局面になるわけです。なんで、えー、これが白の狙いですね、うん。ここにポーンを固定した上で、えー、黒に C5 をさせないようにしたいっていう狙いです。ちょっと戻ってみましょうか。クイーン B3。 ビショップ B7、はい、ここでテイクしましたね。で、じゃあここでじゃあテイクしない手だとどうなるか、例えばじゃあここで C テイクってやると今度はナイトここにいるんでナイトが来ちゃうんですよね。うんで,えー、で、じゃあビショップテイク E7、クイーンテイク E7 で,でここで、はいえー、ナイトテイク D5 とやるとビショップが間に合ってしまって、はいえー、とクイーンが B3 に何のために来たんだろうっていう局面になってしまうんですよ。 うん、であとは例えばですね、あのーまあ、クイーンなのでここでナイト D5 じゃなくて彼に E4 とかやってしまってもですね今度はナイト取ってでその後も E4 が落ちてしまうのでこの手もダメですね。はい、なのでクイ、えーン B3 ビショップ B7 とした時にやっぱりここにポンを固定することで,、えーそうですね、このビショップがここで止まる形を作りたい。 えー、このビショップが生かさない形を作りたいっていうのがちょっと白の狙いとしてあるんですよね。このビショップが生きないし C5 もやりにくい、うんえー。そういう形を作りたくて、えー、白はあの1回戻ったんですけどまた取ったわけです。うん、そうですね。すべてはあのこの形を作るためということです。こうですね。あのビショップの利きがここで止まる C5 もさせない。 はい、その形を作るために、えー、こうしたんですけど、えー、じゃあこの形、そうですねあのじゃあ、えー、現代ではど,ういうどのように考えられているかというと、あのー、黒が十分させるというふうに考えられています。はいえー、というのはあのーそうですね、この後、まあと本来のカスパロフですは、ね、実はここもうそのまま 6−D1 でもうそのまま、ねえー、D5 取られるのを恐れず。 ってしたんですけど、えー、この手ですね、えー、そうですね、で、このように進んで、で、ここでカスパルフがこうしたんですね。はい、ナイト D7、うんえー。というふうにして、これですね、あの黒が、うん、D5 のポーン落ちるんですけど、あの実は結構させます、これ、うん。で、本譜はこのように進みました。 えー、C6 じゃなくて C6 ってするとポーン返しちゃうじゃないですかなんで、えー、じゃあもう単純にこれじゃダメなのかっていうことで,でそうすると、あのー、A ていくって進んでで、えー、そうですねそうすると何が起こるかっていうとルークが A2 のポーンを狙ってるっていうのとあとこのビショップの道が開いてるんで、えー、黒の駒が結構活発になっちゃってるっていうのがあるんですよねうん えー、なんで、まあ、例えばですけど、まああのー、白がこれ、ナイトテイクってやると、このように進みます。で、チェックからの、で、クイーンがどこに逃げるかっていうところなんですけど、あのー、クイーンが割とどこに逃げても A2 が落ちてしまうんですよね、これ。はい、うん、で、えー、そうですね、まあ、C3 あたりがダメージが少ないかなっていうところで、C3 に逃げて、こういう風にやってみると、 そうですねでこれでこうなるとそうですねあのー、でえー、ビショップがこっち行ってってただそうするとキャスリングできないんですよねはいでそれからもう黒のルークがちょっとここまで入ってきちゃってたりするのであの黒そうですねさせる局面にはなるんですけど勝てるまではいかないんですよねやっぱりうんなんでちょっとさせないほどじゃないんだけどうん そうですねまあ黒としてこれで満足ですっていう人はさせばいいと思うんですけどとてもちょっとそうは言えないかなと、うん、そういう局面になってるっていう感じです。はい、でえっとそうですねで A ファイルが開くと、まあ、ルークが入ってこれたりとかであとはあのこのビショップの道が開いたことであの白はあの白黒マスのビショップをこうやって変えちゃってるので黒の残った黒マスビショップって結構強いんですよね。うん なんで、えー、ちょっとそんないろいろな要素があったりして、えー、A ファイルも開く C ファイルも開くと、はい、で黒の方が展開早いんですよね、やっぱり、うん、で黒はこれナイト C5 でまたテンポ取れるので、はいえー、といった要素が混ざったりして、えー、この形黒がさせないほどじゃないっていう感じでとじ,ゃあじゃあ現代の手順だとどう進むかっていうとこれいきなり C5 じゃなくてここルック E8 って挟むんですねはい で、えー、これに対して、まあ、例えば普通にビショップ d 3とかいう手が来たらここで c5 をつきます。うん、で、えー、d t e c 5ってきたらここで nd7 です。はい、で、えー、こうすると、あのー、取ると、あのー、先ほどのように、えー、なってやっぱり、えー、これもまたそうですね、あのー、同じように代償のある局面になるのでここで c6 として。 で,、えー、でこうすると、あのー、黒もですねこれやっぱり形として理想形とは言えないんですよね。やっぱりこのビショップの道がここで止まっちゃってるので、このビショップちょっと、えー、どうやって有効に使うんですかっていう問題がくっついてきます。うん、えビショップ、テイク、C6 でででそうですねでここでキャスリングすると、えー、ナイト、C5 クイーン、C2、えー、ルック、C8 とで、えー、ビショップ、H7 チェック。 キング H8、ビショップ F5 と、うん、ですね。で、ナイト E6、ナイト D4、ナイトテイク D4、えー、ポーンテイク D4、で、えー、ここで、えー、ルクシ、シナ、うん、の、えー、クイーン D3、G6、G4、H5、ビショップ F3、 ルーク E7 と、えー、こんな感じで進んで、えー、黒特に問題ないというのがまあ、これ一つサンプルラインとしてあの、えー、より現代風のラインを示しましたルークイ8で準備してから C5 ですね、うん えー、これはですね、あのあの黒番クラムニクが持った試合でもうかなり見事に勝ってるので、そうですね、全部紹介したいところなんですけど、あのこれ全部寄付やるとやっぱ時間なくなっちゃうので、今回はここまでにしておきます。うん、これちょっと一つ黒がオッケーな形ということで、うん。 戻りますね。あの、ルック D1、4、5。はい。で、えー、D テイく C5 で、えー、黒がないと D7。でイくというのは、これは、ここ、ポーン取られても、えー、これはポーンサクリファイスの対象がある局面ということで、なんで、えー、白はこうやって取らせて、で、この形の悪さをついたわけですね。あの、この D5 のポーンっていうのが、あのー、隣の列にポーンがないんですよね。D5 のポーンって。 でこういう隣の列にポーンがないポーンのことをあの孤立ポーンって言います。アイソレテッドポーンって言うんですよねで。隣の列にポーンがないので、だからここからこうやって支えることもできないし、ここから支えることもできないということで。なんで、あのこういうポーンってちょっと弱点になりがちなんですよね。うん、でちょっとそういうマイナスの側面が一つあります、まああの。こうやって前にプッシュすることで攻撃に使えるというプラスの側面もまた同時に持ってるんですけど。うん えーとちょっと孤立ポーンについてはあの解説すると長くなっちゃうので、まあ、ちょっと今回これくらいで止めておきたいと思います、うん、で、えー、白はあのこうやってこうするとですねあの攻撃に使えるっていう話をちょっと言いましたと思いますなんで、えー、白はここのマスをブロックしようとしてナイト D4 というふうに指しました、はい、で、えー、これに対してですねここからもうほぼ あのカスパロフの攻めが一直線で決まるのでもうこれはすごいなってとこなんですけど、えー、これに対してカスパロフは、えー、もう何手も先を見越した上でビショップテイク D4 としました、はい、でこうするとあのポーンで取ってしまうとルークでチェックが入ってくるのでそうですねあの白ルークで取ったんですねでルークで取ると今度は、えー、黒のナイトが C5 に来てクイーンを狙うクイーンが戻るでナイトがもう1 も一回今度 E6 に来てルークを狙う、えーえー、D5 は残念ながら取れませんルークで取るとビショップで取られて、えー、コマゾンしてしまうのでなんでルークが戻ります、うん、でここで、えー、黒、えー、孤立ポーンを有効に使う D4 はい、ですね、えー、これで、えー、局面がかなり黒にとっていい感じに傾きますなんでここまでほぼ一直線なんでないと D4 っていう手がちょっと微妙だったんじゃないかなということにはなるんですよねもう、うん です、えっと。なので、ちょっとじゃあ戻ってみて、そうですね、ナイト D4 ですよね。ここで、えー、ナイト D4 としたからほぼ一直線になってしまったので、まあ、ここでですね、まあ、例えばあの、ナイトテイク、えー、D5 可能ですね、はい。っていう手をやると、例えば、あのナイト C5、ナイトテイク。 クイーンっていくでここでですね、まあ、どこに下がっても結構 F3 のナイトがですねちょっと当たっちゃってるんで、えー、白もですねおとなしくしてられないんですねなんでとりあえずクイーンを当ててでこうするとビショップで取ったらクイーンでこっち取るよっていうことなのでで黒こっち行ってでさらにビショップで取ってとうんでこんな感じで進んだりしてでこうするとあの黒が ポーンンダウンではありますただ、あの白のポーン系が悪すぎるんですね。うん、このポーン、このポーン、そしてこんな感じっていうことで、えー、こうすると、あのー、白がポーンアップではあるんですけど、ちょっと、えー、ポーンがバラバラすぎて、特にあのこの C3 のポーンっていうのが一つ弱点にはなりそうですよね。はいあと、それからここもちょっとあのー、ダブルポーンになっちゃってて、あのー、理想的な形とはちょっと言えないと。うん えー、そういう状況になっちゃってるので、えー、これは黒が、えー、ドローを取るのに、えー、そこまで苦労しないと、えー、そういう感じの局面になっています、はいえー、ただ、まあ、これが行き着くところですね、はい、なんで、えー、C5 っていう手は、まあ、悪手ではないと思うんですよただあの黒があのこれ以上を得るのが難しいんですよね えー、そう考えると、まあ、ドローで満足なら指せばいいと思うんですけどあのドローで満足な人がどこにいるんですかっていう話なので、うん、なんでちょっとそういった意味であのこのルーク D1 に対してすぐ C5 ではなくて一旦ルーク E8 で押さえてから機械を見て C5 という手の方がちょっと好まれているっていうのはちょっとそういう事情とかがあったりしますはいビショップ D3 とか来てくれればそれでいいよねって話ですねじゃちょっと 本部戻りましょう、はい、ビショップで取ってルークナイトがってここで D4 と、はい、そのまま入りましたうんそうですねあの E6 のナイトってこの形とすごく相性いいんですよね D4 にポーンつくこともできるし C5 もカバーしてて C5 に飛ぶこともできるので、うん、でここで、えー、そうですね白に選択肢があったんですけど、まあ、の本譜は1、えー、ていく D4 と進みました、えー そうですね。で、これに対して黒がルーク E8 と進めます。はい。ルークがキングを見ています。はい。ですね。で、えー、そうですね。白ちょっとだいぶここで困ってるんですね。うん。というのは、あの、えー、そうですね。例えば、あの、ナイトどいて、あの、ディスカバードチェックの狙いがあるしってことで。で、白は一刻も早くキングを安全に。 キャスリングしたいんですけど、残念ながら今、ビショップ e 2とすると G2 が落ちてしまうんですよね。ビショップが動くと。なんで G2 とすることができない。うんえー、ビショップ E2 ですね。なんで、えー、その手を可能にしようということで、あの白こ,こ F3 というふうについたんですよ。うん、あのただあの、これがまた握手で、えーと、局面が思いっきり黒に傾くことになってしまったという。 えー、そういう話だったりします。はいえー、ちなみにここですねあの、ベストムーブはですね、D5 です。D5、はい。こうすると、あのナイト F4 と続いてで、ビショップで塞ぐしかないので、でそうすると、ナイトテイク12、はいえー。キング F1。こうなると、ナイトとビショップ両方浮いてて危ないように見えるんですけど、ここはですね、黒があのビショップ D7 っていう風に引くことができます。 えー、でもしナイトを取ってきたら黒はここからチェックしてですねあのビショップがここに効いてるのでビショップで塞げないんですね、うん、で、えー、キングがこっちに逃げたらそのまま H3 からチェックされるってことで、うん、なんであのこれでもうあのこれ黒勝ちです、はいえー、白のキングが前に出てくるしかなくなるので、えー、そうするとさすがに白勝ちっていう、えー、黒勝ちかあのそういう局面になりますうん えー、なんで、まあ、黒はあのー、白がこのナイトテイク G2 ってやったところで,でキング F1 ビショップ D7 この時点でもナイトが取れないってことです、うん、ただ取れないなら取れないでも明らかに、えー、このナイトが取られないんであればもう黒は全く不満のない局面ですよね、うん、白は不満大ありだと思うんですけど、うん えー、ということでまだこれが一番傷が小さい差、えー、し方でした、はいえー、ただあの、ここで F3 と差してしまったことであのカスパロフの,です、ねあのえー、見事な攻めが決まってしまうわけですね。うん なんで、じゃあここでどうするか、えー、これですねあの、いい読みの訓練になるので、あのー、カスパロフと同じ手をちょっと指すぞっていう感じで、ちょっとですね、黒の手考えてみてほしいですね、はいあの。一時停止して、ちょっと黒の手考えてもらってですね、あのそれから、えー、あの再生して続き見てもらえればと思うんですけど、うん、はい、じゃあ、ここで黒が指した手はですね、えー、ビショップテイク F さんです。はい えー、もう一見すると何っていう手なんですけどまず、まあ、あのクイーンで取ると、えー、ナイト G5 でこれがですねあのディスカバードチェックでクイーンが落ちるのでクイーンテイク F3 ってできないんですよねこれ、うん、クイーンテイク F3 という手ができないので、えー、ここポーンで取るしかないんです、うん、でポーンで取るしかないと今度は黒はクイーンエチューンという手が可能になりますはい えというのは、ポーンがここにありましたよね。なんで、ポーンが G2 にあるうちは G3 ということで、このクイーンチェック、防がれちゃうんですけど、今、ポーンがこっちに動いて、遮るものがなくなったんで、このクイーンチェックがですね、だいぶ響いてきます。で、あの前に行くわけにも、前に行ったらナイトがこっちに来て、大変なことになるので、はい、前に行くわけにもいかないので、えー、ここは白、ルークを挟む一手です。うん、で、えー、ここ この手を挟んでから黒、黒、えー、ナイトテイク D アンですね、ディスカバーのチェック、ここで入れます。はい、でこうすると、えー、白はですねもうあの、こうやってビショップを挟むぐらいしか手がなくなります。はいえー、ただ、ビショップを挟んでも、えー、ナイトでテイク F3、ピンが入ってるので、このナイトは取れません、はい。チェックして、で、キングが寄る、で、クイーンがさらにチェックする。 えー、こことここが塞がれてるんで、えー、間に駒を挟むしかありません、うん、で、えー、黒はそのままナイトチューンはい、えー、1 2のルークに圧力をかけていくで、えー、白はルーク G1 で受けますはいで、えー、黒ですねあの駒をこうやってビショップテイク F3 で、えー、駒を捨てて攻めたからにはですねもう攻め切らなきゃいけないんですね なんで、あのこうやって駒切って攻めているときは、勢いを落とさないことが大事です。怒涛の勢いで攻め上げる。なんで、ここで黒が選んだ手は、ルーク AD8 です、はい。クイーンに当てます。えー、ひたすら攻めていく。で、えー、クイーンは横に避けます。はい、で、えー、ここで、えー、カスパロフ、さらに攻めていきます。ルーク D3。はい。えー、ビショップで取れませんね。ビショップで取ると。 えと今度はあのルークでクイーン取られてしまうので取れませんと。はいえー、なんでピンを外すために、えー、白はクイーン F にとしました。はい。はい、で、ここで、えー、黒どう指したらいいでしょうか問題その2です、はいえー。ちょっと一時停止して考えてみてください。はいえー、そうですね、えー。ちょっといいトレーニングになると思いますよ。読みの、うん、カスパロフになった気持ちで。はい はい、じゃあ、ここで、えー、カスパロフが選んだ手は、えー、攻める手はナイト F3 です。はい、えー、もう何が何だかというところなんですが、はい、えー、このナイト、またしても取ることができません。はい、えー、そして、このルークを取ることもできません。はい、どういうことかというと、ナイトを取ったら普通にルークでこれ取ってですね、あのクイーンがさよならしてしまうので、はい、えー、そうですね。 この F3 のナイトを取ることはできない。えー、それから、じゃあ、D3 のルークを取ったらどうなるかというと、今度はナイトが F3 に来た目的、それがエッチ2を取ることなんですね。この手、はいえーと、一発チェックメイトになってしまいます。ルークがここを塞いでるので,であの、このルークもまたピンされているので、このナイトを取ることができないんですね。どのコマも。うん、なんで、これで一発チェックメイトになってしまうので、D3 のルークも取れない。うん、そこでこのナイト、F3 という手が入るわけです。はい 強いで、すね、はい、H2 を取られるとあのたまったもんじゃないので、あの、そうですね、えー、白はルークを H1 に戻します。ナイトがここにいないので、はいえー、そうですね、G2 はまだ、えー、ピンになってるだけで取られることはないという,いうことですね。なんで、H2 を守るためにルークが H1 に戻ると。はい、で、えー、ここで、えー、そうですね、黒が選んだ手がもう一つ。 ここでですねそのまま重ねてルーク E3 という手が入りますはい見事ですね駒、えー、が取られないことを利用して、えー、もう徐々に徐々にも駒の位置を改善していくという、えー、ちょっと非常に素晴らしいプレーが見られています、はい、そうですね、えー、ちょっとごめんなさい、はい で、えー、こうするとあのルークが重なりました。はい、えー、なんでちょっとこれビショップがどいたりするとこれまた非常にまずいことになるわけです。はい、でまだ F3 取れません。F3 を取るとまだ F3 取ると結局こうなるので、えー、またクイーンが落ちてしまうのでこの手もできません。うん、でルークが重なる手。はい、で、それに対して、えー、白は、えー、そうですねあのー、ちょっと。 ルーク1と戻しましまたもうはっきり言ってやることないんですよね。できることがない。うん、そういう局面になっています。うん、で、えー、ここでカスパロフが選んだ手は、キング H8 っていう手でした。まあ、もし万が一、こういう手が入ってもチェックにならないようにするっていう目的を持ってるんですけど、ただここですね、あの試合を終わらせることができる手があります、うんえー。問題その3です。ちょっと考えてみてくださいはい。 えー、そうですね、キングエッジ8、えーえー、それでも全然白勝ち、白大優勢は維持できるんですけども、あのここでもうあの単純に試合を終わらせる手がありますということで。うん、はい、えー、ではあの、答えですね、えー、ここで単純に試合を終わらせることができる一手、それはあのルクテクシーさんですで。こうするとどうなるかっていうと、おとなしくしてられないので取るしかないですよね。 で、取ると、ルークがこっちに行って、今、エッジに浮いてますよね。なんで、エッジ2を取ります。はい。で、ピンがかかってるんで、このナイトは取れません。なんで、こっちに行くしかない。キングが。で、そのタイミングで、ルーク C3 として、ここにポーンがあるので、このポーンをクイーンで取ることができます。こういう風にですね。はい。で、これでチェックします。で、ここが空いてるので、ここはもうナイトで塞いでるので、 でここに行くしかないんですよね。はい、でそうすると、こうやってクイーンがキングの周りのマスを全部塞いだ状態で、ルックリ8っていう、はい、チェックが入ってきて、これで黒勝ちですね。はい、どうしようもないです、はいあの。ビショップで塞いだとしてもです、ねあの、またルークが来ますし、ビショップで塞いでもです、ね、ルークが来るので、どうしようもないんですよね、はいでえーと。クイーン挟んでも意味ないですし、でえー、キングが逃げると、 ナイトが見事にここを押さえているのでドア玉クイーンでチェックメイトです。うん、ということで、あのルクテイク C3 としてるとあの、えー、即試合終了でした。はいえーま、ただ、キング H8 でも全然です、はいで。この手が入って、白やることがないのでもう一回ルークをこっちに戻してます。うんでえー、ここであのカスパロフ、もう一つの決め手を放ち、それで白がリザインしました。はい えー、では、問題その4です。はい。えー、そうですね。ここで、白をリザインに追い込む一手をちょっと考えてみてください。これで最後です。はい。わ、えー、からない場合は一時停止してちょっと考える価値がありますよ。はい。はいえー、では、答ええー。ここで、えー、カスパルフが指して、えー、白をリザインに追い込んだ一手は、 B5 でです。はい、これで、えー、白がデザインしましまた、うんなんでこう。なんでクイーンサイドのポーンが1個動いただけで白がリザインするんだっていう風に思うかもしれないんですけどこの B5 という手の狙いは B4 ですそうするとこのナイトが狙われてどかなきゃいけなくなっちゃうんですよねで、えー、このナイトがどいてしまうとこの E2 のビショップが単純にルークで取られてもうストレートに白負けになってしまいます はいえー、では、じゃあ他にこの B5 のポーンに対して何ができるかというと、じゃあナイトで取る手はどうなんだというと、まあ、単純にこうなるわけですね。ナイトがどいたらこうなので、全く単純です。ではじゃあ、ビショップで取れないのか、ビショップで取ると今度はルークがここに来てしまいます。はい、そうですね。でそうするとまああの結局、のこのように死んでしまうので、はい、ダメですね。はいえー、ではということで。 えこの B5 のポーンに対して、ナイトでは取れない、ビショップでも取れない、じゃあ止める手、A3。はいえー、ただ、こうすると今度は、A、5っていう手が入ってきます。うん、B4 を止めることができないんですね、こうすると。えー、ビショップで取れない、ナイトで取れない。えー、で、B4 を止めるために、じゃあ、白から B4 とすると今度は C3 のナイトがタダで落ちてしまいます。はい えー、なのでここまで見て、えー、もうこの、えー、B5 が入った時点で白、えー、はリザインしたと、えー、そういうあのカスパロフのちょっと攻めの名曲でした、はい、ちょっとですね、えー、トレーニングも兼ねられたらなということでちょっと4つほどあの問題形式にさせていただいたんですけれども、はいえー、カスパロフですね、まあ、この試合初めですね非常にこういう、あのー トパロフの動画もそうでトパロフもそうなんですけど、あの上、ー、手い攻め力強い攻めを決める。そういう企業が非常に多いのであのですね。また取り上げたいと思います。では、今日は以上です。ありがとうございました。